第42回東京モーターショー2011横浜ゴムプレスブリーフィングにご来場いただきまして誠にありがとうございます。ただいまよりプレスブリーフィングを始めさせていただきます。それでは横浜ゴム株式会社代表取締役社長野地彦光より皆様にご挨拶を申し上げます。野地社長、よろしくお願いいたします。こんにちは、ご紹介いただきました野地です。本日は師走のお忙しい中、またさらにはモーターショーという限られた時間の中に、弊社の新商品発表に関するプレスブリーフィングにお越しいただき誠にありがとうございます。また弊社は私どもの広報宣伝活動にご理解ご協力いただきまして、この場を借りまして、お礼申し上げます。新商品の発表に先立ちまして、弊社の CSR 取り組みについて簡単にご紹介させていただきます。現在横浜ゴムでは社会から揺るぎない信頼を得ている地球貢献企業になるため CSR 経営を強化しており、経済環境社会の各側面のバランスを図った経営を進めております。社外への活動の一例としましては、地域の方々と協力をして森を作る千年の森、これですね。またプロジェクト、チャリティーイベント、エコモーションなども行っております。新商品開発面では環境貢献商品の開発に十数年前から取り組んでおり、1998年、国内タイヤメーカーとしてはいち早くエコタイヤの DNA シリーズを展開してまいりました。その後もエコタイヤのパイオニアとして DNA シリーズの拡大開発販売に努めてまいりました。私ども横浜ゴムではこれまで長年経験を積んできた環境技術を生かして、昨年2010年に単に環境性能を追求するだけでなく、人と社会に優しいという要素を加えたグローバルコンセプトとしてブルーアースを打ち出しました。ブルーアースは燃費性能だけではなく、ドライバーや同乗者の運転時のストレスや、タイヤメンテナンスのストレス、の低減、また車外通過音を減らすということで、周辺の環境、生活環境ですね、生活環境への優しさも追求しております。そういう新しいコンセプトで出しました。こうした思いからのネーミングですけれども、このブルーアース、これには青い地球という、そこに生きる人類の幸せを守る壮大な思いを込めております。しかし環境性能とはどうしても我慢を強いるものというふうになってしまい、本当は楽しくないものじゃないかというふうに先入観はおそらく持たれている方がたくさんいらっしゃるんじゃないかと思います。そのようなイメージから環境商品の積極的な購買がなかなか進まない、それでは困るということで、そこでやはり走りの横浜としては、製品開発も活動も楽しさやワクワク感を湧き上がらせるドライビングプレジャーを持ったものとしたいと思っております。そうした気持ちから、電気自動車と低燃費タイヤについて、アメリカの過酷なモータースポーツでありますパイクスピークスインターナショナルヒルクライム、これのチャレンジを続けてまいりました。環境性能と速く走る本能、これを融合したチャレンジは2年連続で電気自動車においておきます最速記録を更新しております。後ほどごゆっくりとご覧いただければと思います。さて本日発表させていただきます2つの商品は、これまで申し上げました環境性能、人社会への優しさ、そして横浜ならではのドライビングプレジャーを追求した商品です。最初に ご紹介しますのはブルーアースシリーズです。核となる商品で、低燃費性能を備えながらも晴れの日でも雨の日でもしっかりと走れることを目的とし、ブルーアースエースという名前をつけました。このブルーアースエースは従来の DN1 アース1より低燃費性能を高めております。特に横浜ならではの
走りや運動性能の強さを共存させた新しい天然ピタイヤです。環境に配慮しながらもドライビングの喜びを持ち続けたい、感じていたい、そんなお客様に満足していただけるタイヤに仕上げました。当社独自のオレンジオイルの配合をし、低燃費性能でありながらしっかりとしたグリップ力を兼ね備えております。企画開発担当者がブースにおりますので、商品の特徴や開発の苦労話などについてはこの後お聞きいただければと思います。そしてもう一つがジオランダーの新商品であります。当社として初めて SUV タイヤにブルーアースコンセプトを盛り込んだジオランダー SUV です。ジオランダ SUV は都市型の中小型 SUV 向けに開発しました商品です。ジオランダのタフな性能に加え、パターンのデザイン、この研究やコンパウンドにオレンジオイルを配合することによりオンロードの快適性と人に優しい静粛性をと低燃費性能も兼ね備えた次世代の SUV タイヤの快適なタイヤに仕上がっております。そしてこのジオランダ SUV にはブルーアースのコンセプトマークが表示されております。こうバッジが表示されております。こちらの方もこの後ごゆっくりとご確認していただければいいなというふうに思っております。横浜ゴムはすべての商品を環境貢献商品に変えていくという決意のもとに、ドライビングの楽しさを多くの方々にご提供できるよう、今後も新しい技術や商品開発に努めてまいりたいと思っております。こうした私どもの姿勢をぜひご理解いただき、今後も変わらぬご支援を賜られると幸いです。本日は誠にありがとうございました。野次社長ありがとうございました。それではただいまよりフォトセッションのお時間とさせていただきます。